父様のことを綴った本を出版したんですか。はい、父のビスコ。父のビスコ。はい。今自分が書けることはこれかなっていう精一杯は書いたかな。いつかはないんだから、自分がもうこれをやりたいっていうものを遠慮なくやっていくしかもうないなって、朝行けば結構行けるじゃんとか思ってちゃんと行くように、はいはい、大人になったってだけかもしれないけど